こんにちは、ガーデンプラスの宮越です。この動画では業界最大級の施工実績を誇るガーデンプラスの施工事例を毎日のように見ている私が、今自分の家の外構を計画するときに絶対に採用したい外構工事ベスト5を発表しようと思います。やっぱり長く暮らす家となるとおしゃれさも大事なんですけど、暮らしやすさ、快適さが一番大事だなと思うので、めんどくさがりの私でも快適に暮らせる、そんなおすすめ外構を盛り込んだモデルプランをガーデンデザイナーに考えてもらいました。詳しく解説していくので、ぜひ最後までご覧ください。まず一つ目の私だったら絶対採用するおすすめ外構工事は、標準より大きな玄関ポーチ。そもそも玄関ポーチは建物工事に含まれていることが多いです。その理由は、玄関ポーチは室内、つまり玄関とつながっている部分なので、同じ素材でフラットに仕上げるため。でも外構では玄関ポーチを基準に敷地外と行き来する動線を考えていくので、外構にも深く関わってくる部分なんです。建物の工事ではだいたい出幅 1.2m、 横幅が 1.5m から 1.8m ぐらいの最小限のサイズが標準となっていることが多いです。ですが、玄関前って出入りする瞬間以外にも結構いろいろ活用できるスペースなんです。例えば傘立てを置いたり、置き配の荷物が届くスペースにしたり、ヤクルトとか宅配スーパーとかの荷物も置くかもしれません。それに自分一人の出入りだったらいいんですけど、お子様と手をつないでいたり、ベビーカーにお子様を乗せていたりしたら、広い方が絶対に便利です。もっと欲を言えば、小さくてもいいのでベンチも玄関ポーチに置きたいです。荷物が多いときは一旦荷物を置いて鍵を探すとか、収納付きのベンチだったら外のおもちゃをしまうとか、あとは家族で出かけるときにちょっとそこに座って他の人を待つとか、ベンチで靴を履いて玄関の渋滞を防ぐとか、腰をかける場所があると何かと便利です。とはいえ、玄関ポーチを広くといっても敷地がそれほど広くないのにと思われるかもしれません。特に道路に向かって玄関が開く配置だと、道路側に玄関ポーチを広げるのは難しい場合もあります。でも横にだったら広げられることが多いです。私だったら階段の段数とか駐車場の広さなど計算した上で、残った部分でできるだけ広くします。2つ目の私だったら絶対採用するおすすめ外構工事は、多機能な造作門柱。門柱は基本表札、ポスト、インターホンがつくものですが、壁タイプの造作門柱にすれば他にもいろいろ機能がプラスできます。デザイン的にもかっこいいので、私だったら絶対造作門柱にします。基本以外の門柱の機能、1つ目は玄関への目隠し。散らかった靴や部屋の中への視線を遮る壁として、門柱は玄関の前に位置するように設計するのがおすすめです。門柱の機能2つ目は転落防止。もしここに壁がなかったら段差が大きいので手すりが必要です。手すりだと本当に手すりとしての機能か、まあ、物干しに使うくらいしか機能的には果たせないので、門柱の方がお得だなと個人的に思います。3つ目の機能は立水栓。こんな風に門柱に水栓を埋め込んじゃうのがおすすめ。洗車や水やりに使えるのはもちろんですが、雨の日の靴やワンちゃんがいる場合、ワンちゃんの足を洗ったり、家に入る前に家に帰ってくるついでにできちゃえば、めんどくさがりの私でも使いやすそうです。4つ目の機能はベンチ。先ほど紹介した置くタイプのベンチもいいけど、こんな風に作り付けにするのもやっぱり憧れます。下の空間を残したら物も置けて、さらにおしゃれです。施工費が高めなのでそこだけがマイナスポイントですけど、余裕があれば絶対に作り付けのベンチを取り入れたいです。ちなみに門柱の仕上げはタイル張りが長年根強い人気です。汚れも目立ちにくくて耐久性も高い。そんなタイルの中でも最近特に注目しているのは、一般的な 300mm×600mm のサイズよりも大きい600角の正方形のタイル。長方形のタイルよりも目地の数が少なくなるのですっきり見えます。それにより高級感、重厚感が出ます。しかもまだあまり広く一般的に採用されているわけではないので、他とはちょっと違うおしゃれな門柱になるのもポイントが高いです。これからタイルを選ぶ方は、ぜひ600角の正方形のタイルも候補に入れてみてください。おすすめです。このプランでは私の好みで一部に細いタイルをアクセントに入れてもらいました。3つ目の私だったら絶対採用するおすすめ外構工事は、使いやすさ最優先の駐車場。ここは本当に使いやすさ、安全が第一です。特に私は恥ずかしながら運転に自信がないので、事故らない、ぶつけない、そんな設計にすることは最優先事項です。お客さんとしてお家に遊びに来る方にとってもその方がいいはずです。まずは広さですが、駐車場は通常幅 2.5m、 奥行き 5m あれば大丈夫とは言われています。でもそれはあくまでも車が入る広さなので、自宅の駐車場なら扉を開けたまま乗り降りするスペースも欲しいし、大きめの車だったら後ろのハッチバックも余裕で開けられるくらいのスペースがある方が便利です。なのでそのあたりも考慮して駐車場は広めに設計しています。今回のプランでは車2台が余裕を持って入るサイズ、
幅 5.5 メートル、奥行き6メートルにしましたが、まあ、寸法に関しては車の種類だったり台数によるので、よくプランナーさんと相談してください。広さ以外では駐車の際の出し入れのしやすさも大事。家の前の道路幅にもよりますが、入り口部分はできるだけ広い方がいいですね。出す時に車や歩行者が見えやすくなるし、ぶつけにくくもなります。もし後々カーポートをつけるなら、後方支持カーポートという柱が車の後ろ側に来るタイプのカーポートにします。前に柱がないので視界が開けるし、入出庫の際にぶつける心配もないです。事故防止、そして日々の駐車のストレスをなくすためにも、駐車場の設計はしっかり検討したい場所です。4つ目の私だったら絶対採用するおすすめ外構工事は屋外収納。家を建てるとき、パントリーとか床下収納とか室内の収納についてはたくさん考えますよね。でも外で使うものは外に置いておきたいと思いませんか？私だったら外で使う子どものおもちゃ、 DIY 商品、車のメンテナンス用品、冬用タイヤなど、屋外のものはできるだけ室内に持ち込みたくないかも。でも室内と同じく収納する場所が決まっていないと散らかるし、雨にも濡れます。室内と違って外の人から見えてしまう部分も多いので、しっかり考えてスペースを確保したいです。おすすめはこういった小さめの物置、大きな物置を置くほどではないけどという時に、こういう小さめの物置なら建物正面の玄関アプローチ脇とかに置けたりするので便利です。四国火星のマイストッカー EX1 型とかおしゃれでおすすめです。それから収納といえば、自転車置き場も忘れずに計画してくださいね。自転車は盗難も心配なので、敷地のできるだけ奥に入れるか、サイクルラックをつけるのがおすすめです。あとは自転車の上げ下ろしのためにスロープを作りたいという方も多いんですけど、実は自転車用のスロープって結構難しくて、スロープの幅を広く取れる場合はいいんですけど、タイヤだけ乗せるみたいな狭い幅のものとか、急な勾配のスロープだと上りはまだ良くても下りが危険です。結局使わなかったっていうことが多いので、私だったら無理に作らないかなと思います。階段の一段あたりの広さを大きくしておけば、自転車も無理なく上げることもできるので、これで十分かなと思います。門柱の下にサイクルラックをつけてチェーンをかけられるようにしておけば、毎日使う自転車はすぐに出せる道路側に置くっていうのもいいですよね。サイクルラックなら活電というメーカーの商品がシンプルでおしゃれなものが多いのでおすすめです。5つ目の私だったら絶対採用するおすすめ外構工事は、余白を残した外構設計。実際に住んでみて分かることって絶対に出てくると思うので、あえてガチガチに作り込まず余白を残しておくと、後々必要になった要素を追加しやすいです。特に外構周りの住んでからのリフォーム依頼で多いのは、駐車場を広げたいというご相談。最近は敷地に余裕があれば2台分の駐車場を作ることが多いですが、そこにさらにもう1台増やしたいという方が割と多いです。これは3台目の車を買うのではなくて、お子様が独立されて帰省の時とかに駐車するスペースが欲しいという理由が多いですね。日帰りで少しの間くらいなら道路にでもと思ってしまいますが、今の時代残念ながら家の前でも駐禁が取られることがあるので、特に数日滞在するとなると、やっぱり駐車場所はきちんと確保するべきですね。そういった時に大きな車は無理でも、軽自動車がギリギリ入るぐらいのスペースが敷地内に取れたら、それだけでも随分違うので、私だったら絶対3台目のスペースも設けます。このプランの場合だと、門柱をもっと道路の方に前に出したいところなんですけど、道路から 1.5 メートル後ろに下がった位置に立てて、軽自動車だったらギリギリ3台目の車庫照明も取れるサイズでスペースを空けています。でも普段は車は止めないので、私だったら大きめのハッチとかで植木を植えておくかなと思います。将来どうなるかわからないけど、いざという時に壊さなくてもなんとかなるっていう設計だと、無駄がなくていいのでおすすめです。ということで、私だったら絶対採用するおすすめ外構工事を5つご紹介してみましたが、参考になりましたでしょうか？おしゃれさも大事だけど、やっぱり何より使いやすさ、快適さというのが長く住む家の満足度を高めることになると思うので、まずはご自身の暮らしをできるだけ具体的に想像してみることが大切です。実際そのお家に住むのはお客様ご自身ですので、この機会にじっくりご家族で想像してみると、後悔のない外構工事に近づくと思います。ガーデンプラスの YouTube 登録者数1万人達成記念プレゼントキャンペーンのお知らせ。2024年2月29日までにガーデンプラスへ現場調査を申し込みいただいたお客様の中から、抽選で10名様に1万円相当のグルメ系カタログギフトが当たるプレゼントキャンペーンを実施中。詳しい応募方法、応募条件は概要欄とコメント欄に記載しておりますので、この機会にぜひお申し込みください。ガーデンプラスでも新築外構のご相談、お見積もりを全国無料で受けたまわっております。気になる人は概要欄のリンクからホームページまでアクセスいただきお問い合わせください。このチャンネルでは外構工事に関する情報を実際の施工事例写真やイメージバース図面で分かりやすく解説しています。少しでも参考になりましたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。それでは次回の動画もぜひ見てくださいね。